新栄山頂駅から左手に進んでいただきますと、お子様方のご守護神村雲お願い地蔵が祀られております。西の丸跡からは美しい四季折々の琵琶湖や平山系、北の丸跡からは照明寺や伊吹山の山並みをご覧いただけます。お山の頂上には豊臣秀次公の菩提を弔うために京都に創建され、後に八幡山へと移築された村雲御所瑞龍寺がございます。皆様、お疲れ様でございました。山頂
校の上司でございます。その奥に見えるお山は大見原発の高知県の京都と最高峰32番の標高である観音寺山でございます。安山は整然とした大見八幡市の街並みが見えてまいりました。八幡堀は安土桃山時代の豊臣秀吉復興を続いた八幡山城と城下町の運営の拠点となり、大見商人文化の発展と繁栄に大きな役割を果たしました。近年は土木としても知られ、八幡堀周辺は数多くの映画やテレビドラマなどの収録が行われています。どうもよりも美しい旅館と同時代の風情や魅力を感じていただけます。まもなく正面にお社が見えてまいります。このお社は菊八幡宮と申しまして、応神天皇の御神霊が祀られています。このお社の神経祭りは毎年3月に華やかに行われております。まもなく三陸駅に到着します。三陸駅売店では滋賀県の名産品やお土産などを取り揃えて販売しております。ぜひお立ち寄りくださいませ。本日は八幡山ロープウェイにご乗車くださいまして誠にありがとうございました。また永遠を心に待っております。到着の際は少々揺れますので、座席にお座りいただくか釣り革をお持ちください。お降りの際はどうぞお足元にご注意くださいませ。では、ダメだから関係ないね。なんなら。